オペラの漫画。ハロー、音符だよ。お友達と遊ぶことが大好きな小学1年生。今日も音符のお家でお友達のあきちゃんと遊ぶの。ママ、これからあきちゃんが来るからね。うん、音符がそう言っていたから今日はケーキ買ってきたのよ。ほんと？やったー。後であきちゃんと食べなさいね。ありがとう、ママ大好き。この人は音符のママ。おちょこちょいで天然だけど、音符のことを大切にしてくれる素敵なママだよ。そうと決まればお部屋を少し片付けておかなきゃね。そうだった。今音符の部屋は今日は音符の部屋では遊ばないかも。リビングで遊ぼうかな。音符ったら、またお部屋の掃除サボったわね。あきちゃん来た。あきちゃん、いらっしゃい。音符ちゃん、こんにちは。どうも、お邪魔しまーす。あきちゃんのママもセットだ。あきちゃんのママのタミコさん、最近用もないのにあきちゃんについてきてうちに上がってくる。呼んだのはあきちゃんだけなんだけど、どうしておばさんも毎日ついてくるの？うん、だって私のいないところであきが怪我しないかどうか心配ですもの。お家の中で遊ぶんだから怪我することないと思うけど。そんなのわからないじゃない。ゆっくりちゃって。また勝手にソファに座ってる。ごめんね、音符ちゃん、うちのママが。ううん、大丈夫だよ、気にしないで。今日は何して遊ぼうか。なんか小腹が空いたわね。ちょっと奏さん、なんかお菓子とかないの？すいません、今お茶を用意しますね。まったく、お客さんにおもてなしもできないのかしら。あら、なんか美味しそうなものが入ってそうな箱発見。勝手に冷蔵庫。それは後で子供たちにあげようと思っていて。今のうちに出しちゃおう。音符、あきちゃん、ケーキ食べない？はい、食べる。いただきます。ほら、一個余ってるじゃない。いただきます。あ、それは？それ音符が晩ご飯の後に食べようとしてたやつなのに。まあ、一日に2つもケーキを食べようとしてたわけ？なんて贅沢な。そんなこと分かりしてたら癒やしい子に育っちゃうわよ。よかったわね、私がいて。これで音符ちゃんがグレるの不平できたわ。今のこの状況でグレちゃいそうなんだけど。そもそもなんでアキちゃんのママまでうちに来るようになったのかというと、アキちゃんと遊んでおばさんが迎えに来た時のこと。立派なお家に住んでるのね。こんなに広いエントランス初めて入ったわ。そうなんですね。うらやましいわ。きっとお家の中もうーんと広いんでしょうね。音符ちゃんのお家は一番上の階なんだよ。最上階なんてうらやましすぎる。すごーい。じゃあよかったら上がっていきますか。星に弱いママが変な圧力に押されちゃって家に上げてからは、何かにつけてあきちゃんにくっついてくるようになったし、とうとう勝手に玄関を開けて入ってくるようになったの。音符はあきちゃんと遊びたいだけなのに、あきちゃんのママがいるとママも気を使っちゃうし、全然楽しくないよ。今日はなんかいいものないかしら。この箱の感じ、高級そうなお菓子が入ってそうね。かなでさん、これまだ食べてないんでしょ？もったいないから私がもらっていってあげるね。はい。このハムも国産のものじゃない？それはプニジョー石井のもので。どうせ冷蔵庫に眠らせておくだけでしょ。もらっておくわ。これは今日の晩ご飯に使おうと思ってたんですけど。おっと、これとこれと、これとこれとこれも持って行ってあげるわね。冷蔵庫がだいぶすっきりしたんじゃない？うちのご飯の材料がなくなっちゃったんですけど。何ケチくさいこと言ってるのよ。夕飯いつでも頼めばいいじゃない、セレブなんだから。本当でもわかる、こいつやばい人だ。さて、こんなもんかしら。アキ、帰るわよ。もうこれからが楽しいところなのに。いいから、ほら。じゃあまた明日。また今日もいろいろ取られちゃったね。ママが強く言えればいいんだけど、アキちゃんの前だと嫌な気持ちになるかもしれないものね。パパが帰ってきたら相談しよう。そうね、とりあえず今日の晩ご飯の材料買い直してこなきゃ。その夜、
ただいまー。おかえりなさい、パパ。この人は優しくてイケメンな自慢のパパ。ん？どうした？二人ともなんだか元気がないように見えるが。それがちょっと困ったことがあってね。カクカクしかじかソプソプラナラので。なるほどな。それはちょっと厄介だな。明日も来るって言ってたよ。このままだとうちのもっと大事なものを取られてしまうかも。そうなる前に目につくところのものをしまっておいた方がいいかもな。オンプのプニちゃんたちが取られちゃったらどうしよう。プニちゃんたちも移動させましょう。でもどうして人のものを欲しがるんだろう。自分で買えばいいのにね。そうだな。そういうことをするやつは目の前のものの価値を知らないんだよ。例えば音符のプニだって音符にとっては大事なものだけど、アキちゃんママにとってみれば売ればお金になるかも程度にしか考えていない。そんな。音符も人から物を取っていくことを当たり前に考えたらダメだぞ。うん、分かった。とはいえ家のものが取られたとしてもお前たちは俺が守るからな。はあ、パパ、音符もパパとママを守るからね。あ、私も音符とアルト君のこと守るよ。おいおい、やめろお前たち。えはは、照れてる。次の日の土曜日、アキちゃんと一緒にアキちゃんのママも来た。お邪魔します。ピンポンもなしで入ってきたよ。緩衝材まで用意してる。持っていく気満々だね。土曜日だけど旦那はいないよね。よかったわ。昨日は食材だったけど今日は飾ってるものとか価値のありそうなものを持っていくわよ。さーて、まずはあれ、なんか閑散としてるわね。昨日までここに置き時計があったはずなのに。私が持っていくと想定して引っ込めたのね。許せない。こうなったら何が何でも物品を持って行ってやるわ。このテーブルクロス手編みでしょ。オーダーメイドかしら。これは夫が買ってきたもので、確かペルシャだったかな。めちゃくちゃ高級品じゃない。ね、もらっちゃっていいかしら。この箸置きもなんだか可愛らしいわね。お箸もセットなのね。せっかくだからいただくわ。あー、オープンのお気に入りのプニ箸。どうしてうちのものを持っていくの。自分で買ったらいいでしょ。返して。うるさい子ね。あんたこそまたパパに買ってもらえばいいでしょ。そのお箸は音符が小さい頃から使ってるんだよ。うっそ、古いものならいらないわ。音符のプニ箸が。タミコさん、それはいくらなんでもひどすぎます。音符に謝ってください。うるさいわね。悪かったって言ってるでしょ。そんなことより冷蔵庫見せなさいよ。冷蔵庫見せたらもうこれ以上うちのものを取っていかないでいただけますか。うん、はいはい、わかったわよ。って言っておいてまた押してくるけどね。私を入れないようにするなんてそうはいかないわ。くそ、昨日あんなに取っていったのにもうこんなに冷蔵庫がパンパンじゃない。こうやってまた私に金持ちアピールをしているのね。許せないわ。あの時の恨み絶対に晴らさせてもらうんだから。私は裕福な家庭ではないけど少し見栄を張ってしまう性格で、周りに結婚したと言いたいだけで前の旦那と結婚、そして離婚してしまい、その後すぐ貧乏暮らしになってしまった。そんな中、国内旅行に行ったお土産で少し高めのお菓子をお母さんたちに配った次の週に。あきちゃんのママ、この間はお土産ありがとうございました。これお返しです。そう言ってかなでさんが渡してきたのは海外の高級なお菓子だった。何よこれ、私のお土産よりいいものを返してくるなんて嫌味な人だわ。このお菓子すごく美味しかったから気に入ってくれるといいな。いいわ、そんなに金持ちであることを自慢したいなら私にも作戦がある。どうせ金持ちは家のものが取られても痛くも痒くもないんでしょ。また買えばいいものね。幸い音符ちゃんとうちのアキは仲良しでよく家に呼ばれてる。それについてって恥をかかせてくれたことを今こそ後悔させてあげるわ。家にあるものを取っていけば家から物がなくなって旦那と喧嘩するでしょ。お前がちゃんとしてないせいだぞ。ごめんなさい。そして別れて奏さんも貧乏生活をすればいいわ。とりあえず今日は食器とかを持って帰ろう。飾っておけば私もセレブの気分を味わえるでしょうしね。
よし、こんなもんか。じゃあ帰るわよ、アキ。まだ遊ぶ。わがまま言うんじゃないわよ。だってまだクッキー食べ終わってないもん。そんなのいつでも食べられるでしょ。そんなに卑しいことして、一体誰に似たのかしら。確実にお母さんだぷに。このアンティークを家に飾れば私もセレブの仲間入りに。ならないわね。ならないことなんて分かってるわよ。それでも私は奪っていくわよ。あんたたちが悔しがる顔を見るためにね。また冷蔵庫が空っぽになっちゃったわ。しょうがない、今日はパパに買ってきてもらおうか。今日は土曜日だからそろそろ帰ってくるし。うん、あんたパパに電話する。旦那が帰ってきたらゆっくりだわ。さっさとトンズラしなきゃ。じゃあ私は帰るわね。まったね。クッキー。今日はそこそこの収穫ね。ただ食材を思ったより手に入れられなかったわ。仕方ないけど買い物して帰ろう。最近はやっぱり物価が高いわね。予想外な出費だったわ。パパこっち。おいおい走るんじゃないよ。うん、あの声は。ママも早く。音符ったらあんなにはしゃいじゃって。よっぽどパパと買い物に行くのを喜んでるのね。うん、ああ土曜日なのにごめんな。この後もまた会食があるけど、ちょっとでも二人の顔が見たくてさ。あの役何を幸せそうにしやがって。こうして私が一人で買い物しているのが惨めじゃない。見てなさい、こうなったら徹底的にどん底に落としてやるわ。買い物楽しかったね。パパはまたお仕事で残念だったけど。そうね、また今度いっぱい遊びましょう。じゃ晩ご飯にしよっか。はーい。はーい。誰かしら。アキちゃんのママだわ。うん、さっき来たのにまた。カナダさん、今日はお届け物があるのよ。今までいろいろもらってばかりだったから、たまにはお礼をしなきゃと思って。もらったっていうか勝手に持って行ってるんでしょ。そうなんですね。今開けます。はい、これ。いいチーズが手に入ったからおすそ分けしたくて。わっ、すっごい匂い。ブルーチーズよ。高級品になるにつれて匂いも強くなるの。うっそです。1ヶ月前に買ってただ腐ってるだけです。これで家族で体調崩して旦那との喧嘩の火種になればいいのよ。ありがとうございます。これは確かにすごい匂いですね。鮮度が大事だから今日とか明日までには食べちゃってね。あのチーズを食べれば一家全員腹痛で苦しむはず。後日苦しんでる様子を見に来てあげるわ。私を怒らせた罰よ。ざまあ見なさい。数日後オープンに。さて、もうあのチーズ食べたかな。今日も秋がおんぷちゃんの家に行くらしいし、ついてこっと。きっとけっそりしてるわよね。楽しみ。二人ともいらっしゃい。あれ、なんともなさそう。チーズ食べてないのかしら。何よ、つまんないわね。とりあえず今日もいろいろ持って帰って。あら、おいしそうなクッキーがあるじゃない。どうせこれも外国産の高級品でしょ。私が全部いただくわ。あー、おばさんまたうちのものを勝手に食べてる。いいでしょ、また買えばいいじゃない、お金持ちなんだから。それ買ったものじゃなくておばさんからもらったチーズで作ったのに残念。それってお腹が。どうしたのおばさん、顔色が悪いよ。早くよ。それよりトイレを貸してくれないかしら。いいけど手前のトイレは改装中だから奥のトイレを使うしかないよ。どんだけ離れてるのよ。もう無理。本当のことを言うわ。あのチーズは腐っていたの。腐ったチーズであなたたちがこうなってるところを見たかったのに。私たちに、どうしてそんなことを。だってあなたたちがセレブアピールするから。私だってセレブになれるはずだったのに。笑いたいなら笑えばいいわ。どうせ私だって。他の人を羨む気持ちよくわかります。私も学生時代は貧乏でしたから。でも今は違います。私もタミコさんも
幸せがあるじゃないですか。私にも幸せが？そうですよ、アキちゃんと一緒にいられる幸せです。アキちゃんと過ごす日々こそ幸せに満ちたどんなものより大事なものだと思います。むーむー、もうおんぷちゃんたちに迷惑かけるのはやめて。じゃないとママのこと嫌いになっちゃうよ。アキちゃん、そうよね、ごめんなさい、ママが間違っていたわ。ママにはアキだけいればいいのに、目先のものを欲しがってごめんなさい。かなでさん、ごめんなさい。私、いえ、私は気にしてなんか。違うの、お腹が痛すぎた。もう、だ、ねえ、その後、お腹の痛さで気絶してしまったアキちゃんのママは意識を失って病院に運ばれていった。腐ったチーズで食当たりになったみたい。それ以来、アキちゃんママが家に来ることはなくなった。あと、チーズが嫌いになったみたい。ねえ、チーズを見たらお腹が…プニのグッズも無事に元の位置に戻せて一安心。やっぱり自分の好きなものが目の前にあると幸せだね。そうだな、お金や高級品なんかよりもこうしてみんなで過ごせるのが何よりも幸せだし大切だよ。みんなも目の前の幸せを大切にしようね。音符だよ。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。俺ももっと目の前の幸せと一緒にいたい。パパ大丈夫？なんとかして休暇は取れないものか。こうなったら聞こえてないかな。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにしてこれからも応援よろしくね。ほらパパ、また次の動画で会おうぜ。それじゃ、今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日、いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけん、ポン。明日も見てね。